どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。こいつが一体何者か、もう皆さんお分かりですよね。よくも抜け抜けた新たなババルよ。チッバルディだか。脳みそゼロのテンペラのせいで計画が台無しだ。ゾフィーにはとどめをさせといったものを。ふん、まあいい。あと一人貴様を倒せば終わることだ。卑怯な手ばかり使う貴様が戦って私を倒せると思うのか。ふっふっふ、俺は戦いはさほど得意ではないが、今この場でなら貴様に勝つ方法がある。だって。まあ、何をするかっつったら、テンペラは力を使いすぎて自滅したが、これはでもた、実際頭いいよな。力は一つあればいい。最強の力一つあればな。ウルトラマンを倒した経験のある怪獣の力を手に入れるっていうのは実際効果的だよね。本当に。行くぞ。ババル星人を倒せ。いやー、でもそんなね、この時のババル星人そんな強くなかったはず、確か。ただあれ出され、刃出されるとちょっと強いんですよね。そこはちょっと気をつけましょう。いやー、そしてこれ、いやいいね。このコンボがいいですね、ちょうど。いやー、後ろ、よいしょ、いいね、いいパンチ入る。シュワッ、半分ぐらいダメージだね。もうちょっとか。うわー、レベル2必殺技、あ、いった、オッケー。懐に潜り込んでからののパターンですから。うやー、よーし。奥にちゃんといるんだよね、これ。ブロンズ化された仲間、兄弟が。えぇ、やばい。痛い。この、うぇ、なんだ、変身してきた。ジャックに。やばい。ジャック同士の戦い。でも露骨すぎて分かりやすくね、これ。まあ、さすがに格ゲーだからそういうんだろうけどね。いやー、あとちょっと。よーしょ、ういー、あとちょっとダメージ。よーしゃ、いった、オッケー。じゃあ投げて。こんな露骨に赤かったらもう、なんか誰だって怪しむよね。さあ、いけ。あ、消えた、ちょうど。あ、痛い。いけ、ウルトラ、スパーク、ザクッとな。最後、とどめで頭を切るところもまたリアルだよね。で、これで終わりじゃないっていうのがまた恐ろしいよね。本当に。予想以上に頑張ってくれたのはババルよ。誰だ？はーい。しつこさナンバーワンですよね。我らは異次元人ヤプール。ヤプールだと？お前らは遥か昔に倒されたはず。我々は死なぬ。怨念ある限り何度でも復活する。ウルトラ兄弟、そこで死んでゆけ。く、裏で人を、糸を引いていたのは貴様らか。人を引くってやだな。そこで死ぬお前が死に必要はない。行け、最強の超ババルよ。暴走しろ、破壊しろ、あーぎゃーって感じだよね。そりゃ暴走するわ、そりゃ。ああ、めちゃくちゃなんか注入してたもん、いろんなもの。ヤプール人自身は戦わないんだよね、なんか。まあまあまあいいんすけど。でも倒しちゃうことになる。でもやばいよね、これ。相手のこの、なんだろう、必殺技がすでにもうなんか、マックスっていうのが結構やばいっすよね。あ、そういう時のためのこれか。えい、必殺がパワーアップ。でもあんまそういう隙を与えちゃまずいんだよな。実際問題。いって、まずい。レベル2。タロー、レベル3。デュオーセブン、よいしょ。そして、最後。ウルトラマンで、まずだ。やばい。必殺技満タンになってる状態で、痛い、くそ、もったいねえ。なんてことしてくれるんだ、この野郎。投げ技でやっ、あ、まあ、いや、これでもいいや。ナイク。倒せればもうなんとしても倒そう、これは。よいしょ、いやー、おー、すごい。ウルトラマンの力だ、これ。投げ技がめちゃくちゃ強化されてる。強い、これは強いぞ。さあ、投げちまえ。シュワー、いいね、いいダメージだ。あ、痛いと思ったけど、これも結構痛いな。まずい、早、動き早くて捕まんないな、これ。さあ、頑張れ。シュワー、あとちょっとじゃない、これ。うやー、いって、あとちょっとなのに倒しきれねえ。いって、やばい、ババルが本気出してきた。うーや、
あとちょっとなんだ、頑張れ頑張れ、あ、痛い、うごうご、ちょっと想像以上に痛いんですが、やめてくれませんかね。僕はあの地球救いたいだけなんですよ。あなた今操られてるでしょ、ぶっちゃけ。あー痛い、力に溺れやがって、超ババル、痛え。お前マジで許さねえかんな、マジでマジで許さねえかんな、お前本当に。あー、いやー、ちょ、あとちょっと、あとちょっとで倒せる、投げちゃえ投げちゃえ、やばい、もうこっちも体力ねえから。さあラスト、危ない、ゴーが、いけ、あーまずい、シャー軽い技でやっちゃった。まあいいや、うん、いいよいいよ、ウルトラブレスレットで、なんかウルトラスパークでやる気だったけど、これはこれで結果オーライとっさに出てきた技だった。エース大、エース、エースは兄さんじゃないのか、ジャックから見たら一つ下だもん、一つ下に当たるのか、多分。無事でよかったね。うん。う、いやー大変だった、本当に。はあ、はあ。ぬー、貴様ら、貴様覚えていろよ。逃がすか、ヤプール、みんな。ここではしっかり、スペシウム光線を放つっていうね。いいじゃないですか。うぎゃー、勝ったと思うなよ、ウルトラ兄弟。我々の作戦はこれからが本番だ。究極の鳥獣で必ず報復してくれるぞ。今なんか俺報復を噛んじゃったね。で、いなくなると。さあ帰ろう、ウルトラの国へ。いやー、ジャック編。ブラックキングが強かった。てか全体的になんか結構苦労しましたね、今回は。うん。みんなのおかげでヤプールの侵略を防ぐことができた。特にジャック。今回お前が逆境を乗り越え、活躍してくれたおかげでなんとかなった。しかし未だ宇宙各地では怪獣たちが暴れています。ゴルゴダ星に鳥獣が集結しているという情報も。ヤプールとの戦いはこれからのようです。究極の鳥獣というセゼリフも気になります。最強の次は究極なんて、あいつらもよく言いますね。ああ、そうだ。皆が言う通り、これはヤプールとの戦いの始まりに過ぎ。うむ。では皆、これからが本当の戦いの始まりだ。光の戦士七本に力を合わせて宇宙に平和を。なんか打ち切り感あるけど、まあこれがいいんだよね、これでエンディングで。よかったよかった、うん。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。なんだっけタイトル、憧れのヒーローになるジャック編。結構なんかこう苦労したんですよねいや、俺がね、あのゲーム下手くそなのもあるんですけど、シンプルにね、結構強かったの、あの敵が多かった、今回は。なんだろうな、なんか、キャラクターごとに強さが違ったりしてんのかな？そういうことはないか。まあ、何にしても結構苦労しましたけど、楽しかった。うん。やっぱりこう、ゲーム実況、まあ、実況だけに限らないけど、ゲームっていいね。うん。そんな気がしました。ということでね、気に入っていただけた方、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。
し、まず1点リード。あ、2点リード。いいぞ。ノートランナーにいる。よし。毎回得点もらおうか。さあ、来い。よいしょ。これはいった。これは間違いない。これこそ間違いない。行ってくれ。よーし。皆さん分かりましたか？特殊能力だけでホームラン打てるんですよ。ということが今回立証されたということで、4対0。ありがとうございます。いいね。そう、これ。